はい、えー、今回は Vegas Pro で作ったタイトルやテロップなどのテキストですね。その文字と文字の間隔を調整する方法をご紹介していきます。Vegas Pro の標準的なテキストツールには、この文字と文字の間隔を一文字ずつ調整する機能は搭載されていないのですが、ちょっとした裏技的な方法を使うことでこの調整を行うことができますので、今回はそちらの方法をご紹介していきます。では実際に作業を行っていきます。まず素材を配置します。 こんな感じですね。そしてここに文字を配置していきます。メディアジェネレーターのタブから旧テキスト。デフォルトのテキストを配置してトラックを上に乗せます。こんな感じですね。そして文字を打ち替えます。こんな感じですね。続けてフォントを変えていきます。 例えば、小塚ゴシックにしてみます。すると、よくあるのが、こんな感じですね。フォントや打つ文字の組み合わせによって、こんな感じで文字のバランスが崩れてしまうことがあります。京都へ移行こうまではいいのですが、この、ことうの間の隙間ですね。ここを調整してやりたいのですが、ベガスではこの、 一文字ずつ文字の間隔を調整する機能がありません。まあ、全体はこのプロパティのトラッキングを調整することで変えることができるのですが、一文字ずつ変えることはできません。このままではやっぱり美しくないので、これを何とか調整していく方法をご紹介していきます。編集のタブに戻ります。こんな感じですね。この ことうの間にできてしまっている隙間を埋めることは、この文字のツールから行うことはできませんので、逆転の発想で、他の文字の隙間を、このことうの隙間の間隔に合わせていこうと思います。まず、すべての文字の、他の文字ですね、間に半角スペースを入れます。半角ですね。これだけで、ある程度それっぽくなりましたね。この状態でプロパティの トラッキングを詰めていきます。これである程度調整することができました。もう少し広くてもいいですね。こんな感じですね。これでもある程度先ほどよりはだいぶ綺麗になったのですが、まだ細かく見ていくと、次はこの糸、この間ですね。この部分の隙間が少し 広いかなと思いますので、これをもう少し縮めていきます。こういった時は、また編集に戻ります。そしてこのいいとこの間の隙間ですね。ここに配置したスペースを選択します。そしてこのスペースのフォントサイズを小さくします。例えば今72から48に落とします。こんな感じですね。こうすることで、スペースのサイズを小さくすることで、 この文字の間隔を詰めてやることができます。これで文字の打ち込みの設定が調整できましたので、あとはデザイン、見た目の方を作っていきます。まあ、例えば、色ですね。色を入れて、次にエフェクト。アウトラインの描画にチェックを入れて、 白いいアウトラインをを作っててききままますすすす幅上げフェザーは柔らかさですのでのししにしておきますこんな感じで幅を調整してアウトラインを作りますこれだけでもいいのですがさらにもう一つアウトラインを作っていきますこの文字のトラックですねこれをコントロールを押しながら下にドラッグして複製しますすると 選択肢が出てくるのですが、今回は元のメディアへの参照作成を使用します。これを使うと、どちらか片方に変更を加えた場合でも両方に反映されるようになります。そして二つ並べます。上の方はミュートにして、非表示にしておきます。この下の方の複製した文字にエフェクト、グローを追加します。追加、OK。 まずカラーですね。選択して、この文字と同じ色を使いたいので、スポイトツールを選択して、スポイトで色を選択します。これで同じ色が選択できました。次に、濃度を限界まで上げます。20ですね。この状態で上を表示させると、こんな感じでアウトラインが2本できました。グロのパーセンテージを上げることで、 太さを変えることができますので調整します。こんな感じですね。これで動画を表示させると、こんな感じでタイトルを入れることができました。そしてこの流れで作った文字のサイズや配置は、文字の設定の位置で変えることができます。 また、プロパティにある、スケーリングですね。この二つで調整していくことができます。センター配置にしたいので、X 軸の数値は0。こんな感じですね。これで完成です。こんな感じで、Vegas の標準の文字ツールでは設定できない文字と文字の間隔を調整することができます。今回は以上です。 またお会いしましょう。